更新ヒットから更新とかのシチュエーションとフリーボール、フリーボール行くよ。程度の感覚はあったけど、でもファイナルに向けての準備なので、また前とは違った気持ちで、新鮮な気持ちで練習できました。もうここまで来たら、気持ちとかそういう勝負になってくると思うんで、優勝します。そしてみんなで喜びます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいことですし、その相手を最後、勝ち切って、ファンの皆さんと、喜び余裕を分かち合いたいと思っているので、ファンの皆さんも最後まで、一緒に戦ってほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは。じゃあ今ね、コロシアムの方では、順位決定戦やってるんで、今日はこっちの、体育館を借りて練習します。まずね、学生たちが好意、で、ボール拾い手伝いしてくれるということなので、感謝の拍手を。ありがとう。じゃあここで、約1時間半の内容、2ボールも入れて、考えてます。で、6対6は20分程度なので、短い時間集中して、ね、やっていくようにしましょう。明日の決勝につながるいい練習で、今日、柏村が帰ってきました。ごめんなさい。怪我ないように、集中力変えた練習、全く意味がないと思うので、みんなで盛り上げながら、いい練習をして足をつなげましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく良かったです。まあ明日試合ってこともあるし、この長いシーズン最後だったので、まあ、いろんな、ユイトが最後っていうのもあるし、いろんな思いがありながら
でした。まあそのファイナルっていう変な意識とか、相手がパナソニックだからっていう特別な感情というか、まあ、意識はせずに、まずはその自分たちのプレーを決勝っていう舞台で表現するっていうことにフォーカスを当ててやっていきたいなと思います。お疲れ。お疲れ。いよいよだね、明日。はい。チームの状況どう？最高です。でもなんか今パフォーマンス良さそうだけど、じゃあ自分の調子も良さそう？はい、みんなが調子よく見せてくれてます。明日に向けての意気込みお願いします。絶対勝ちます。今年でね、俺も監督就任して4年目で、4年とも決勝まで行くことができて、これは本当にすごいことだと思ってます。去年ね、決勝負けて悔しい思いをして、すぐにこうやってリベンジする機会を得られた。また、世界クラブで3位という偉業を成し遂げて、シーズンの最中にね、そういう大会が入ったことによって、メンタル的にもモチベーション的にも肉体的にも当然しんどいシーズンだったと思うし、ただその中でも大きな怪我がなく、みんながここに臨むことができたというのは本当に選手一人一人の、取り組みだったり、やっぱりスタッフの力が大きかったと思う。本当に今日の試合で、ね、みんなで喜びを分かっちゃうと思う。まあ言っていいと楽しみながら、かつサンバズらしい試合をして、あまり結果を追うなやめましょう。一点一点、長く自分たちがさらに成長するためにいい試合でして、最後、終わった後に胸を張って、喜べる、悔しがる、この2つが大事なんだけど、みんなで今日の試合を目いっぱい楽しんで、かつ、みんなで勝ちていきましょう。サンドレースサファー。
を見ずに一点一点積み上げて、次のセット取りに行こう。みんなで勝ち行くよ。じゃあ行こう。はい、はい、ロミー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 、ロミはい、アイゴー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 、アイゴI'm sorry.